俺のことを邪魔そうなオーラ出して走るやん。ついてこられるもんならついてきやがれ。全く振り切れませんね。あ、さっき追いかけた ZX のお兄さんですね。あのいかつい人、せっかく動画回してるんでちょっと声かけてみましょうか。お兄さんめっちゃ速いですね。はい、お疲れです。どうも、のおきんです。これから東京都で一番有名な峠道であり、多くのバイク乗りや走り屋、ローリング族などが集まる極悪ツーリングスポットの立花家へ行きたいと思います。嘘です。はい、すいません、走り屋のメッカと呼ばれる奥多摩周遊道路ですね。一応ビギナーの方に説明しますと、あそこは道路というよりも何だろう、魔境ですね。特に休日の奥多摩周遊道路に関しては、峠を攻めたいライダー VS のんびり走りたいサンデードライバーの高度な攻め合いを拝見することができるので、結構面白いのでね。本日はそんな休日の奥多摩周遊道路の実態を皆様にお伝えできればなと思います。説明しよう。奥多摩周遊道路とは、東京の西側に位置するバイク乗りの聖地とも呼ばれるツーリングスポットであり、バイクの危険走行による事故が後を絶たず、学ぶことを知らないおちんちんが多いことから、バイクにのみ通行規制を張られるといういわゆる弓せしめのような対応を警察から受けたこともある事故の多い道路である。ちなみに事故った場合、最寄りの病院に運ばれるまで2時間はかかるため、病院到着までの間映画を見て過ごすということも可能である。ここは速度違反が当たり前なので、定期的に警察もネズミ捕り大作戦実施してるみたいで、一網打尽にしてるそうな。統計では奥多摩周遊道路の事故って8割近くがバイクの事故で、その事故の6割が休日に集中してるみたいですね。そういえば以前ツイッターでブカティ集団がビーナスラインでイエローカットとか危険運転しながら走ってたっていう動画が回ってきて、そこそこ炎上してましたね。あれ、まあ、あんな光景は奥多摩じゃ日常茶飯事なんで、都内の通勤時間帯なんてもっとみんな破天荒ですからね。出勤前でみんな無性にイラついてるし、遅刻しそうなのかおしっこ漏れそうなのか知らないけど、スクーターが逆走しながら信号待ちの先頭に出るなんてよく見る光景ですからね。そういえばおしっこで思い出したけど、2年ぐらい前にツーリングスポットの道志道走ってる時に、僕もおしっこ漏れそうになったことがありまして、道志道って基本的に信号ほとんどないしイエローラインの区間が多いんですよ。その状況で前方に遅い軽トラとか、その前にも遅い車とか走ってて、もうね、暴行が我慢できない状況になりまして、ちょっと方法は言えないんですけど、全部ぶち抜いたんですよ。正直警察に止められるのを覚悟で走ったのはあれが最初で最後かもしれませんね。いろいろリスク背負って爆走したおかげで、想定よりかなり早く道の駅に到着できまして、まあそれでね、結果的にね、おかげさまで尿漏れだけで済みましたからね。結局漏らした模様。はい、ということでね、とりあえず奥多摩周遊道路まではのんびり走っていこうかなと思いますと思ったら、後ろからなんとなく速そうなバイクが来ましたね。あのバイクあれですよ、ハーレーダビッドソンの XL1200X ローライダーですよ。あれやば、超かっこいい、いいな。 Z250 でしたね。この男の車種当ては当たった試しがありません。はい、奥多摩周遊道路来たということでね、休日の奥多摩はバチクソに攻めるライダーさんが割と多いんでね、チンタラ走るのもあれですから、ちょっとここからスピード上げていきましょうか。お、あのバイクは、2012年式の PCX ですね。というか、なんかあれですね、俺のことを邪魔そうなオーラ出して走るやん。そこそこ速度を出してるんですけど、ここもカーブの連続なんで、そうですね、逃げましょうか。おらついてこられるもんならついてきやがれ。曲がってくれ俺のジューク。もうおしまいか ZX さんよ、峠の王者は。やめろ。自分で何を言ってるのかわけわからなくなっております。ちょっとあれですね、全く振り切れませんね。ここら辺はもうカーブないんで、もう抜いてもらえますか。よしと、待てー、車間距離不保持、幅寄せ、割り込み等5年以下の懲役、または100年以下の落、あ、違う、100万以下の罰金、さらに免許取り消し、そして思いやりの精神。秒速でちぎられてしまいました。ありがとうございます。いやー、なかなか速かったですね。相当な便意を感じてなければあんなスピード出せませんよ。もし煽り運転とか受けたら、あ、この人は今うんこが漏れそうでコンビニのトイレに駆け込みたいんだなって思えば、まあ少しは温かい心で後続車を譲ることができるのでおすすめです。まあさっきのバイクは全然煽り運転とかではなかったですけどね。はい、全然普通の奥多摩の日常だったんでね、あれで私煽られたなんてほどいてたら腹パンされますよ、ほんと。
いや、休日にここに走りに来るのは本当久しぶりだからな。基本的にライダーの少ない平日休みの時しか来なくて、あえて休日に来るのは避けてたんですよね。ちなみになんですけども、奥多摩道路やサーキットを攻めてる人はアンチ元ブログの人の割合が多いという統計も実際あるみたいで、まあソースは俺なんですけども、ソースがゴミすぎる。そういう人たちって本当ザ武骨って感じのバイク動画しか興味ないと思われるんで、特に僕なんてのはね、バイクに乗ってない人たちにも幅広く見てもらうために割とエンタメ寄りに振り切っちゃってるんで、まあそういうバイク界隈の排他的な人たちには嫌われやすい傾向にあると思います。まあそれでもね、応援してくれる人がいるだけでモチベになってるんでね、本当感謝しかないですね。ありがとうございます。たまに SNS とかで見かけるんですけど、バイクの走行音や景色だけ見せろ、トークとかいらないっていう人がなんか一定数いますよね。まあなんだろう、その気持ちはわかるんですけども、これやってチャンネルが成長するんだったら俺だってとっくの昔にやってますわと。そんな日本じゃ需要少ないし数字も全く取れないから、あえてやってないだけなんで、ビジネスでもそうだけど数字も結果もついてこないと分かって仕事するやつなんてぶっちゃけただのアホだと思ってるんで、まあ趣味でそういうのアップする分にはまあ全然いいと思いますけど、 YouTube 伸ばそうと思ってそれやるのはただの愚策ですよ。ということで、ちょっと一旦休憩します。いや、上からも下からも熱気がすごいんで、そろそろ帰りたくなってきました。しんど。今日は曇ってるとはいえども蒸し暑いんでね、本当に。あ、さっき追いかけた ZX のお兄さんですね。あのいかつい人、せっかく動画回してるんでちょっと声かけてみましょうか。お兄さんめっちゃ速いですね。あれ、あ、女性、え、これ男性だと思ってました。あ、すいません。やべえ、まさかの女性だった。やっちまった。説明しよう。追い抜かれる際束ねた後ろ髪が見えていたが、 ZX10R にいかついマフラー音だったため女性ではないと勝手に認識。てっきり長髪を後ろに束ねたダオパイパイ系男子を想像していたのである。こんな嬉しいことはない。びっくりしましたね。予想外です。いや、ちょっとマジでびっくりした。まあでもバイク女子の匂いを至近距離で感じることができたんで、まあラッキーでしたね。シンプルにキモい。まあ、結果的に俺がやったことは、峠でバイク女子のケツを必死に追いかけ回した挙句信号待ちで声をかけるっていうね。なんだろう、これで連絡先まで聞こうとしてたらおちんぽ騎士団の特攻隊長を名乗れるレベルですよ。ほんと我ながらよくやったなと褒めたたいたい。はい、おちんぽ騎士団。はい、ということでね、今日何しに来たんだっけ。いやでもね、きっとこうやって信号待ちとかそういうとこで話しかけられた経験のあるバイク女子多いんじゃないですかね。僕の周りも結構サービスエリアとか道の駅行ったら結構おじさんに話しかけられることよくあるみたいで、それで話しかけてくるおじさんに共通してることが、いい人だけど話が長いだそうです。話しかけるのはいいけど話が長いのは勘弁してほしいって言ってましたね。中にはスマホで過去の愛車遍歴とか見せられたりするので、一応気づいてない人もいると思うんで言っておきますけど、あなたの愛車遍歴とか誰も興味ありません。やっぱ外見がいいとかトーク力があるとかじゃないとバイク女子に話しかけるのは鬼門ですね。僕はリスナーさんからナンパされること多いんですけど、みんないい人ですよ本当。あ、でも一回だけとんでもなく距離感バグってる人がいて、モテさんですかって声かけられて、振り向いたら僕の顔の数センチ前におじさんの顔面があったことがあって、いや本当死ぬほどびっくりしたことありましたね。青鬼かと思ったっすもん。お化け屋敷でもバンジージャンプでもそんなに恐怖感じないんですけど、あれは恐ろしかった。おわって声出ましたからね。普通に喋ったら普通にいい人っぽい感じはしたんですけど、下手したらそのままキスしてましたよ本当。いや、それにしてもね、ちょっと今日の奥多摩そんなにバイク通りいませんでしたね。普段もうちょっといるんですけどね。なんか今日はそこまで多くなかったっすね。やっぱ天気がそんなに良くないからっていうこともあるんですかね。普段もっとバンバン走ってるんですけど、今日は割と平和でしたね。はい、そんな感じでそろそろ帰路に着こうかと思います。はい、チャンネル登録高評価皆さんよろしくお願いします。 Twitter、 インスタは、概要欄に貼ってますんでフォロー待ってます。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。お疲れです。